ジュビロ磐田を迎えての一戦です。まずは前半の43分、高木俊之カットインしてから左足、惜しくもポストに当たっています。そして45分です。山田のシュートへというシーンですが、ここは高木俊之見事なカットインからのシュート。そして福田正博さん、この山田のプレー非常に良かったですよね。そうですね、なかなかこう前半ジュビロが攻撃するシーンなかったですけど、はい、やっぱりこうコントロールして前に出ていく技術、ペナルティエリアなんかでシュート打ったのは両チームでこのシーンだけだったと思うんですね、前半ね。前半ね、そうですよね、はい。そして木本が負傷で治療している間、10人で戦うセレッソに対してアーリークロスからこのシーン、最後桜内を落ち着いていましたね。いや、そうだと思いますね。ちょっとしたそのセレッソの隙をついてですね、ジュビロがそこを逃さなかったですね。1人少ない、あとキーパーがちょっとハンブルしたところ、はい、そこに田口がしっかりと絡んでですね、最後はボールをこうね抑えて打とうという気持ち、上から叩きつけるようなね、桜内の見事なゴールだったと思いますね。このシュートにも気持ちこもってますもんね、はい、絶対入れてやるっていうね、はい、気持ちがあったと思いますね。磐田が先制します。さらに後半のセレッソ、細かい崩しをします。ただ大久保ここで戻ってソーザのシュート、最後シュートブロック。そうですね、セレッソがですね1点リードされてから、まあ、攻撃にかなり舵を切ってですね、相当チャンスありましたからね、はい。その中でソーザのコーナーからオスマルのゴールでしたね。まあ、何度も何度もやっぱりこちらのサイドのねソーザのキックからチャンスになってましたからね、コーナーキックね、はい。ちょっと最後やっぱりジュビロとしては守りきれなかったですね。いいボール、そしてまあ背の高い選手が前に入ってきましたからね、守れなかったですね。さらにこのシーンです。バーに当たってオスマルヘディング、さらにこぼれ球柿谷。まあ、セレッソサイドにしてみると打っても打っても入らないなという感じじゃないですかね、はい。そうですね、もうこのゴールの中で守る気持ちのこもった、ここもディフェンスでも気持ち込めています宮崎。このシーンもう本当にジュビロに関して言うと前節の6失点というのが、はい、やっぱりもう失点はしたくないという思いがね、こういうプレーに出てたと思います。最後の最後やっぱ体張ってましたからね。そうですよね。